にちは。こんにちは。ちょっとだけ配信始まるよ。可愛い、ありがとう。こっち来てくれてありがとう。お疲れ様です。今日も皆さん一日どんな一日だったでしょうか。皆様、お知らせを言います。なんと9月26日何曜日だったかな、水曜日かな、水曜日に曽川崎初めての生誕祭が開かれることが決定いたしました。パチ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 、ついにです。待ってましたって感じ。ついに生誕祭を開いていただけることが決定しました。嬉しい。ちょっとね、平日なんですけど来てほしいです。みんなで初めての生誕祭を見守ってほしいです。そう、ついに生誕祭が、ありがとう、絶対行くよって、危険です、ありがとう。てか今辛い、今日辛いラーメン食べたのね、プルダック食べて。って感じ。そう。ね、鼻だれだ。ぜひ来てくださると嬉しいです。ありがとう。サチタンスチスチ、ありがとう。生きてと思ったら時が来る時です。気どきです。待ってるよ。サチタンスチスチの人ももちろんだし、ちょっとサチタンスチスチももちろんだし、今からスチスチになる人ももちろんだし、はい、待っとりますよ。議題聞いてください。スチスチになりたい、なってください。今日辛いラーメン食べ、昨日も辛いラーメン食べ、さすがにそろそろ自粛します。最近冷蔵庫に食材がなくて、キャベツがあったから、でもキャベツだけ食べてもなと思って、ラーメン食べた。鍋みたいにしたくて。そう、サチタンスチチ、ありがとう。嬉しい。色白ですかね。ありがとうございます。そう、具沢山にして、そう、ブロッコリーとキャベツを入れました。でチーズ、ちょっと味を思い出すね。
美味しかった。美味しいな。でもちょっとね、牛乳の量が多かったかもしれない。美味しいな。セッターツアー楽しみしてありがとう、来てくれるの？セッターステッチありがとう。そう、でもちょっとさすがにそろそろちょっとラーメンを自粛します。実はね、ライブが終わった夜もね、蒙古タンメン食べてるんですよ、カップ麺の。初見です、ありがとう。だからそろそろ自粛しないと。ちょっとね、最近ちょっとね、蓋が開いちゃってね、食欲の蓋が開いちゃって、今日アイスも食べちゃった。昨日もアイスとラーメンセットで食べて、今日もアイスとラーメンセットで食べちゃった。まあ一番良くないの、まあ一番良くないっていうのは分かってるんですけど、まあ、さっき昨日も今日も昼ご飯食べれてなくて、だからまあセーフかなみたいな総カロリー的にはセーフかなとか思ったり。でもお母さんにこれ売ったらいつも怒られます。だから3食食べてって言ってるでしょって。バランスよく。そしたらスイッチしててありがとう。そう、本当は昼に食べるのがね、いいんだけどね、高カロリー高脂質のものは。あ、私おにぎりリュックサックにあるんだった。困ってくれてありがとう。なんか最近 X で私のメイク方法みたいなめっちゃ出てくる。メイク道具か、サチもあれ作りたいんだけどさ、そのコスメのさ切り抜きどうやってやるの、あれ知ってる人いる？サチ知らなくてさ。コマ来てくれてありがとう。そう、あれどうやって切り抜いてるんだ。こんばんは、来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。サラピさんのも見た。そう、今流行りの、そう、え、そう、ゆいたんの、ね、見たよ。そしたらスイッチありがとう。そう、あとアイシャドウが欲しいんだよね。今アイシャドウつけてないの。そう、あ、切り抜きツールか、難しい。そう、タイムラインで、そう、他のアイドルグループさんのもめっちゃ流れてくる。アプリがあるのかな、わかんない。調べたら出てくるかもしれんけど、調べるまでやってない。まだ作りたいなーで終わってる。さちゃん、ちっちゃん、ありがとう。
だだ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 。ラーメンってさ、何日食べたら太るんだろう。ああ、今日もラーメン食べたら太るかなって思いながらラーメン食べてる。さっさっちちありがとう、さっち来てくれてありがとう。こうね、固めだけだとね、なんで固めなんですかってコメントが来る。今日は手持ちだからです。疲れ出てない？疲れ全然出てない、元気いっぱいです。その分動けば大きい。本当に、でもそうだよね。レッスンたくさんだって、あ、その25日のレッスンのね、25日のライブのね、レッスンはもう本当にめちゃくちゃ毎日動いてたから、あの時はプラマイゼロだけど、今はレッスンしてない、稽古してる。ごきげんよう。ケーキは完食しました、ホール2つ。でもアイスケーキは自分で食べて、全部自分で食べて、ホールケーキの方は半分冷凍して、ちょっと前にね、お母さんがお家に来て、その時お母さんが2つ食べてました。だから普通のホールケーキ半分ぐらい食べて、アイスケーキは全部1人食べた。でも思ったより大丈夫だったからよかった。もっとゾガーンって太ったかと思ったけど、意外と。10月13日の大阪台場に行きます。10月13日の大阪台場。こんにちは、来てくれてありがとう。ちゃっちゃちゃありがとう。アイスケーキは賞味期限が長いから、ないじゃんアイスって賞味期限が。なんかゆっくり食べようと思ってたけど、冷凍庫がちっちゃいから早くどかしたくて早くケーキを冷凍庫から消したくて食べました。イエイ。今食べたいのはお肉です。焼肉行こうって誘ってるんですけど、今おすすめのアイスはセブンイレブンのあのチーズケーキのアイスがね、めちゃくちゃ美味しかった。ちなみに今日はピスタチオを食べた。ピスタチオでもね、ラーメン食べたらね、あれなんですよ、洗い物がね大変こぶりつく。さっちはね、韓国のねラーメンを食べるんだけどね、韓国のラーメンってね、多分ね、なんか分からんけど、めちゃくちゃ色つくのね、南米に。だから洗うの大変なんですよ今日も可愛いです、ありがとう。そう、洗い物がね苦手なんですよ私。でもね、溜めて寝るのも嫌なんですよね。チョコミントの話題が少なく、チョコミントの話題が少なくなったのはね、飽きたんじゃなくてね、チョコミント売ってないんですよそう、チョコミント売ってなくて困ってますよ。まあ今はそこまでハマってないんですけどてかまず見ない。ハーゲンダッツのねチョコミントね食べたくてね、食べよう食べよう思っとったんやけどね、
気づいたらなくなっとった。悔しい。そうだからラーメン食べたい時洗い物が嫌だからカップ麺にしようと思うんだけど、それだと野菜が入れれないからもうなんか悩むよね。たちヤッホーヤッホー、みんな元気かい。なんか幸の声なんか好きやな。え、嬉しい。今日は特に低いんじゃない今日は特に低いですよ。嬉しい。そう、声低いねって大体言われる。皆さん25日の DMM とか見たりしましたか？私見たんですけど、やっぱりおすすめは2部ですね。2部のあのブロックめちゃくちゃおすすめ。あれなんかそっち結構抜かれてて嬉しかった。ビギナーの古いページを破り捨てろのところ、サッチめっちゃドアップだからみんなそこ見てみて、おすすめ。あと転がる石になる、でもねめちゃくちゃドアップで映ってるとこあるからおすすめ。母の推し曲はハッシュタグだし好きなんだ。ね、あそこかっけえでしょ、みんな好き。ライブってほんと楽しいよね。そう、ライブの記事でもそう、嬉しい。一人のさ、多分あれスキダムシかな、スキダムシの公演の更新のとこ抜かれてた気がする。わかる、追加公演希望でもね、なかなか瀬取りがね激しいのでね、そう体調に気をつけながらねしないとですよ。今日も好きです。溶けちゃってるよ、好きすぎて。ありがとう。そう、でもたくさんライブしたいですね本当に。スキダムシみたいな曲、え、わかる、わかるね、わかる、かわいい、かわいいよね、ああいう曲。なんかスキダムシのねさ、最初あれユーナンがセンターだったんだけど、最初にユーナンがこう入ってくるんですよ、ギター持ってんじゃ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 んあそこめっちゃ好きなんですよね、かわいい、楽しそう。25日ライブ、おはよう、嬉しい。でもさ、ちょっと自画自賛になっちゃうんだけどさ、ほんとアーカイブ見ててさ、やっぱなんかすごいいいんじゃないですかみたいな感じのライブだったなって自分でも思いますね。そう、いや暑かったよあれは本当にね。たたちちゃありがとう。照明もかっこよかった。え、本当にそう。
そう、息をする心、特にね、特にだけど全部かっこいいんだけどさ、息をする心のさ照明あれえぐくない？良すぎん？ちょっとそっち神々しかったよ。そうなんかあのテレテンテレテテテレ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 テンバーンのとこの髪の毛がもうワッサーなって、でライトでなんかなんかかかか神々しかった。本当に照明さんもありがとうございます。素敵な照明を見てますか？撮影配信見てますか？照明さん、いや衣装がね本当に良くてね、かっこいい曲にはかっこいい衣装が映えますね。いやわかる。あ、え名前ありがとうね、息をする心いい曲だよね。嬉しい、もっともっとたくさんそう言ってくれたら嬉しいです。たくさん拡散してください。さっさっちちゃんありがとう、こんにちは、来てくれてありがとう。たつてちゃんありがとう。もうすでに明日の夜ご飯考えてる。そう、新公演もね始まりますからね。皆さん準備はいいですか？たくさんありますよ。課外活動もリニューアルしますし、しげさん来てくれてありがとう。たつてちゃんありがとう。息をする心さちまたれ、嬉しい。でもさ、え、わかる、あの衣装さすごいさ桜坂さんの衣装似てるなと思った。私なんかビギナーすごい楽しくてさ、めっちゃ難しかったんだけど覚えるのは、なんかああいう結構バッチバチのダンス曲またやりたいですね。かっこいい衣装着て、またあの衣装でやりたいですね。あのモノトーンのそうかっこいい衣装着てバチバチダンスの何がいいかな。ネモハモ、でもさっきウィッチできる気しないんだけど、イチゴに結構ウィッチ教えてもらってるんだけどさ、ウィッチは一生できる気がしないぐらい難しい。そうだから、うーん、何がいいかな。でもバーンとかやりたいけどね、言うのはただなんで、できるかあれとして、ビギナースタートめちゃくちゃ良かった、嬉しい、ありがとう。難しかったあれ。そう、さては東京公演来て、え、行きたいですね。またインユアあった瞬間さ、みんなが湧いてくれて嬉しかった。やっぱみんな48愛が伝わりますね。何がいいんだろうね。バンとか踊りたいんだけどね、見てる分には踊りたいんだけど、いざ踊るってなったら多分難しいよね。こんばん来てくれてありがとう。もうリップが薄いな。僕は嫌だ。こんばんは、来てくれてありがとう。放送事故ギリギリ当たる、そっちやばい。やめてくれ。で次はあれ、音響トラブルって思われない空気感を作るのが目標ですね。それぐらいかっこよくね言えるようにしたいですね。しげさこばありがとう、来てくれて。
昨日までの。やだ、思わないでみんな。演出演出。昨日までの経験とか奇跡なんかにもつなまけ。そう、いや、あれは完全察知のタイミングですよ。大事なところで息整えないか。それはね、でもちょっとある。あの、結構みんなの、まあ、やっぱチームプレーなのでカッコつけてるけど、やっぱチームプレーなんで、みんなのね、こう呼吸を整える時間にもしようとちょっと思って、自分のももちろんそうだけど、そう、よし、ではそろそろ団長を読まさせていただきたいと思います。チャッチでありがとう。それでは13位ゴロニャン、12位ラブリー48&46 さん、11位ピアニッシモさん、10位リオチさん、9位ヤスウェイさん、8位シコロ人間さん、7位おいでます元気さん、6位ギルスさん、5位ブルーさん、4位トンさん、3位レローさん、ありがとう。2位はノブさん、ありがとう。そして1位はくまねパパさん、ありがとう。ありがとうございました。ふうさっちは今から洗い物しなきゃいけないんだよ、やだよやだよ、眉毛かゆ。最近イケちゃんに見えて、イケさん耳フェチ、めっちゃイケさんと喋って楽しいんですよ。歌一緒でマジでうれっちーって感じです。そうということで、皆様生誕祭待ってるよ。ちょっと平日になっちゃうんですけど、フェチに会いに来てください。というわけで今日の配信はこの辺で終わろうと思います。完売ごめん完売御礼、あれなんて読むの、完売目指して頑張ろうと思います。乾杯乾杯。なので平日だけど来てほしいです。そしてお友達をたくさん呼んで満員御礼、わかりませんにしたいです。お友達、家族、知り合い、会社の人たち、いろんな人を誘ってさっちの生誕祭に来てください。っていうか今気づいたんだけどさ、めっちゃカメラ下にあった。ほら、これ下から見せんね。ほら、上からの方がいいでしょ。やってしまった。約30分私は下から目線だったんだ。ということで皆さん、ゼーターさんに来てください。いやー、ずっと考えてたスピーチはね、そんなずっとだでないんですよ。また一から練ります。どういうの言うのが正解か分かりませんくなってきた。まあいいや。ということで皆さん、そ
そろそろこの辺で終わりたいと思います。皆さん本日も一日お疲れ様でした。明日も一日頑張りましょう。それじゃあ、おやすみ。夢見てね。バイバイ。バイバイ。おやすみ。バイバイ。ん？あ、10分で切ろう。じゃあみんな、おやすみ。しっかり寝るんだよ。暑いからね。しっかり寝とかなきゃ。あ、10分だ。じゃあみんな、おやすみ。